ヨモギは、菊花の多年草。日当たりの良い原野や道端などに集団を作って生えて、高さは1メートル前後になり、初秋に、地味な花をつけて、風媒花のためた量の花粉を飛ばす。春の地表に生えたワカメは食用になり、餅に入れられることから、別名、餅草とも呼ばれる。旧のも草、漢方薬の原料になるなど、利用価値がある。和名のヨモギの由来は、 はっきりしないが、よく繁殖し、四方に広がることから、四方相応と書いて、よもぎと読ませるという説。春によく燃える草から、全燃え草に由来とする説。よく燃えるので、全年草と書いて、よもぎと読ませる説がある。よもぎの木は、茎のある立ち草を意味する。別名は、春にわかめを摘んで餅に入れることから餅草とよく呼ばれていて、 また、葉裏の毛を集めて急に用いることから、ヤイトサの別名でも呼ばれている。他に、地方により、エモギ、サシモグサ、サセモグサ、サセモ、タレハグサ、モグサ、ヤキクサ、ヤイグサの方言名がある。英語では、ジャパニーズマグワットとも呼ばれるが、英語のマグワットとは異なることがある。日本在来種であるが、もともとは、 中央アジアの乾燥地帯が原産と考えられている。日本の本州、四国、九州、小笠原に分布する。沖縄では野生化している。日本国外では朝鮮半島に分布する。山野の草地、道端に自生する。多年層。繁殖力が強く、至るところで普通に見られ、地下茎を伸ばして増え、集団を作る。地下茎によって広がり、 まだ寒い早春のうちから他の植物に先駆けて白銀色の産毛をまとったロゼット状のわかめを出して冬越しする。春に成長を始めて草丈は50から100センチメートルほどになり茎は立ち上がり多数分子してやや木質化する。葉は5星し、幅4センチメートル、長さ8センチメートル前後で左右が右上に深く裂けて裂片は2から4体ある。 葉の形は変異が多い。葉縁はさらに切れ込むかのこぎり葉があって、上部の葉はのこぎり葉が少なくなる。葉の裏面は白い綿毛を密生して白っぽく見える。この細かな白い毛はヨモギが乾燥地帯の中でも生育していくために、気候を開いて葉呼吸する際に、水蒸気として一緒に貴重な水分が逃げてしまわないようにするためのものだと考えられている。 顕微鏡で見ると、毛の一本が途中から二つに分かれて、アルファベットの T の字に似た構造になっていることから、T 字毛と呼ばれており、根元から生える毛の数を多くしている。さらに毛は牢を含んでいて、水分を逃がさない仕組みになっている。牡蠣は夏から秋頃にかけて、茎を高く伸ばして分子し、小枝に泡褐色の目立たない小花を水上に咲かせる。茎先の塩水果樹に、 直径1 5ト、mm、ル、長さ3ト、mm、ルの長大円形の頭花を下向きに多数つける。頭花は環状花ばかりで、これを包む双方は蜘蛛の素状の難毛がある。ヨモギと同じ菊花の多くの植物は植物進化の過程で風梅花から中梅花へ最も進化したグループであるが、ヨモギは中梅花をやめて再び風梅花に転換した植物である。 このため、他の菊花のような目立った花びらもなく地味で、風に任せて大量の花粉を飛ばすため、秋の花粉症の原因植物の一つになっている。花が終わると双方が残り、中で果実が熟す。果実は痩せかで、長さ1から1.5ミリメートルほどの線形で開白色をしており、冠毛はなく中央に縦の量がある。風に乗って、 種子散布すると考えられている。聖高泡立草と同様に地下系などから他の植物の発芽を抑制する物質を分泌する。この現象をアレロパシーという。ヨモギが持っている独特の香りは乾燥地帯で生える多くの植物と同様に害虫や雑菌から身を守るために抗菌化物質などの化学物質を発展させてきたものに由来する。香りの元となっている。 精油成分は様々な薬効成分があるので、古くから薬草として用いられてきた。特有の香りがあり、若い葉は食用され、生用は出血、干した葉を茶のようにして飲むと、剣意、下痢、貧血など多くの薬効があるとされる。葉には、精油約0.02%、アデニン、コリン、タンニン、葉緑素のクロロフィルなどを含んでいる。精油は内服すると、 血液の循環を促して、発汗作用、下熱作用が働き、浴頭量としても、喉の痛み、腰痛、肩こりの痛みを和らげる。タンニンが、組織細胞を引き締める作用によって、止血や下痢止めに役立てられている。ヨモギ族の俗名、アーテミシアは、ギリシャ神話の女神アルテミスに由来し、月経痛、生理不順、不妊に効果があるとされ、 女性の健康の守護神の意味である。よもぎは、その他の多くの薬効があることから、ハーブの女王の異名がある。早春に摘んだ新芽を茹で、おひたしや汁物の具にしたり、天ぷらにするほか、餅に入れて草団子や草餅にして食べる。母小草に代わって、餅草として利用されるようになり、葉の裏に生えている細かな毛が絡み合って、餅の粘り気が増すので、もともとは、 色や香りをつけるものではなく、つなぎとして用いられたものである。香りの主成分はシネオールによるもので、ツヨン、ベータ、カリオフィレン、ボルネオール、カンファー、脂肪油のパルミチン酸、オレイン酸、リノール酸、ビタミン A、ビタミン B1、ビタミン B2 などを含む。ヨモギの葉と有毒植物であるトリカブトの葉は、形状がよく似ているので、誤食しないよう。 野生のものを採取する際には注意が必要である。トリカブトは日本全土に自生しているが、特に本州中部以北や北海道の山中に多く自生している。見分け方は、1、ヨモギには特有の匂いがある。トリカブトにはない。2、ヨモギは日当たりの良い場所に生えている。トリカブトは日陰の湿った場所に生えている。三、よもぎの葉の裏には、 綿毛のような白い毛が生えている。トリカブトの葉の裏には、毛はない。トリカブトの有毒成分アコニチンは、皮膚や粘膜からも吸収されるので、トリカブトの葉を素手で触った場合は、手洗いが推奨される。急に使うモグサは、成長したヨモギの葉を日干しして乾燥させ、薄でついて、ふるいにかけ、裏側の綿毛だけを採取したものである。ろうそくのように時間をかけて、 ゆっくりと燃えていくことを可能にしているのは、もぐさが老を含んでいるためである。6から8月頃、よく生育した葉を採集して陰干ししたものは、外葉という木薬で、漢方では、止血、鎮痛、下痢止めなどの目的で処方に廃材される。民間では、外葉ついた治療1 5ムを約 600cc の水で半量になるまでとろびで、煮詰めた煎じ汁を、漆、そうかぶれ、 汗も、湿疹の幹部に、冷湿布する用法が知られている。また、この煎じ汁をうがい薬として用いると、脂痛、喉の痛み、扁桃炎、風の咳止めに効果があると言われている。下腹部の冷え、痛み、生理痛、生理不順、子宮出血には、同様についた治療3から 8g の外用を、約400から 600cc の水で前期に準じて、 煎じた汁を3回に分けて服用する用法が知られている。温めながら治す薬草であるので、手足がほてりやすい人や、のぼせ気味の人には近忌とされる。また、8から9月頃に地上部の形容を刈り取って刻んで干したものは、固定に入れて、浴冬量として、風呂に入れると肌荒れを防ぎ、痛みを和らげ、保温に役立つ効果があるので、汗も、肩こり、腰痛、 神経痛、リウマチ、冷え症に良いとされる。青汁は血圧を硬化させると言われている。アイヌの人々は風や肺炎の際によもぎを煮る際の蒸気を吸引させて直した。道路工事によもぎを使用する例としては山や斜面を切り崩して道路を作った際に雨水などでのり面の氷度が流出しないように成長の早い低木のアカシアや,や 草の種などを混ぜた土を吹きつける。ヨモギは成長が早く多年草であるため、地上部が枯れても残った株が生きており、土壌の固定に適している。ただ、ヨモギの花粉は、豚草と同様に秋の花粉症のアレルゲンでもあり、人工的に多用するには問題点もある。中国地方の古伝では、本願寺門との間でヨモギの根に尿をかけたものを一定の温度で保存する。 ことにより、ヨモギ特有の根玉細菌の働きで硝賛が生成されることを発見したという、馬の尿とヨモギでそれは量産された。これらは当時の軍事機密であったので厳重に守秘されて、一般に広まることはなかったが、本願寺派に供給された火薬の主体であったようである。信長が驚いた本願寺の鉄砲の数は、実は弾薬の量に支配されるものであり、 安価な賞賛がそれを支えたのである。百人一首にある藤原さね方阿村の歌に、燃えるような恋の炎をよもぎに比喩して読んだ歌がある。角度ダニエは、いぶきの刺しも草刺しも白地な燃ゆる、思いをである。いぶきさんの刺しも草が燃えるように、私の燃えるような思いが、それほどまでとは、あなたは知るよしもないでしょうという意味で、刺しも草とは、よもぎのことであり。 漢字で、指根草の字が当てられている。花言葉は、幸福、平和、平穏、夫婦愛、決して離れないである。なお、もぐさ、概要には、よもぎの他に、山よもぎも使われる。ありがとうございます。